皆さんこんばんは、貧乏中年 TV のこたつです。今日は皆さんから数多くいただいた寒川村というところに調査しに行きたいと思っています。いやでもまだ昼間じゃないかって思う方いらっしゃると思うんですけど、この寒川集落というのが廃村になっていまして、まあ、夜に行くとどこに何があるのかっていうのがかなり分かりにくかったりするらしいんですよ。なので昼間に行って場所を調査してですね、まあ、幽霊が出そうな場所に目星をつけて、そこで夜一泊していきたいと思います。まあ、この寒川集落で言われている心霊現象としては、女性の幽霊が漂っているというふうに言われていまして、誰もいないはずなのに足音が聞こえたりとか、老婆の声が入ったりとか、そういった情報が上がっていますので、まあ、スピリットボックスとか使ってそういった声が入るのかっていうのを調査していきたいと思ってます。まあ、ここから歩いてね 3,40 分ぐらいはかかるらしいので、早速向かいましょうか。で、今から向かう寒川集落はですね、明治時代頃だと200人ぐらい住まわれていた場所になってまして、まあ、一応1990年、だいたいそれぐらいに全員が退去したっていうふうに言われてまして、まあ、その後に一世帯だけ戻って2010年頃まで住まわれていたっていうふうには聞いてるんですけど、まあ、それ以降は誰も住まわれていないということで、道はかなり荒れ果ててしまってるようですね。まあ、その時代の家が全て残っているとなると、まあ50世帯ぐらいの家はあってもおかしくないのかなと思って、まあそれがどれだけ形で残ってるかわからないですけど、その痕跡とかを探していきたいと思います。今までこんな感じの人工的なものではない自然の崖だったんですけど、この石垣は、ああ上の方にもあるね。これは完全に人工的なものでしょう。何のためのものだったのかはちょっとよくわからないですけど、なんか先の方にゴミっぽいものとかも落ちてるし、いやもう多分村が近いと思うんで、まあこの辺から辺り見回していきますか。あれ家じゃない、あ奥の方にもあるね。あれ、おとうとう着いた。ここが寒川村の廃村。あ、なんか奥の方にも崩れた家とかある。人はいないよね。こんにちは。この廃村は町が代わりの家を用意してくれる代わりに全員退去させられたみたいな話を聞いてるんですけど、そういったことからまだここに住みたかった生きてる人たちの残留思念的なものが残っていて、生き量がかなり多いんじゃないかっていうふうに言われてます。なのでこう残ってる家とかに、何何、なんか瓦礫の中から音するんですけど、いやこれ昼間だからまだ耐えられるけど、夜とかだったら相当怖いんだろうな。大きい家だと1軒とかかもしれないけど、広さ的には2軒分ぐらい、まあ、広さのところに家の瓦礫がだいぶこう積み重なってますね。うわー昼間でも暗いなこれ。お邪魔します。うわーもう完全に崩れてるな、危な。まあ、天井とかの柱は結構しっかりしてるので、まだここは大丈夫そうかな。まあ、当時の服とかもちょこちょこ残ってはいますね。この辺も、まあ倉庫に入れてた本とか、なんかそういう感じのものしか残ってないですね。うわもうこの車とかもトライアフ2000年ってこと？え、じゃあここも2000年頃までは人は住まわれてたのかな。この奥もなんかあんのか？特に建物とかはなさそうですね。多分この辺が村の一番端になるんだと思います。いやこっちの方建物がないな。でも石垣はずっと続いてるんですけど、なんかその道として作られただけで
その家を建てるスペースも今のところこの細い道だと難しいと思うので、もっと上なのかな。とりあえず上の方まで上がってきたんですけど、まあ、こんな感じで段々になってて、まあ、下の方に家が何軒かあって、まあ、左の方にもまだ見てない家はあるんですけど、こっちの方は道っぽくはなってるけど家がないんだよな。もう潰れちゃって土に帰ったりしたのか。まあ、初めに来た家があったところにちょっと戻ってみますか。はい、今一番初めに来た家があったところに戻ってきたんですけど、この辺りを調査していきたいと思います。まあ、一番最後まで住まわれていた家が生活感が残ってたりとか、庭に畑があったりとかするらしいんですよ。まあ、そういった情報を頼りにちょっと見ていきたいと思います。いやでもこの家がね、なんか一番立派に形残ってるんですよね。他の家はもうこんな感じで崩れちゃってるんですけど、そうなってくるとここはちょっと怪しいな。お邪魔します。ん？なんか今反応しなかった？おぉみたいな。わ、暗っ。何この異様な暗さ。まあ衣類とかが少し残ってるぐらいで、まあ、ほとんどのものはもう持ち運ばれたような感じには見えますね。この家の中気持ち悪いな。なんかすごい人の気配とかじゃないんですけど、ゾワッてする。え、なんで外にお風呂あんの。畑があったのかって言われるとちょっともう落ち葉で覆われていてわからないっていうのが正直ですね。ああ、そこもなんか少し残ってんな。では失礼します。ここはなんだ？床とかも、まあ、崩れてるからかわかんないですけど、下がコンクリートでこういう感じになってるので、この大きな建物っていうか入れ物？まあ、これもよくわからないし、ちょっと家とは違うような感じに見えんな。まあ、この崩れてるのがもしかしたらもともと家だったのかもしれないですね。うん、ここは特に何も感じないかな。おお、なんかすっごい上に上がっていくようなまっすぐな階段がある。あ、ちょっと待って、え、何あれ。急に今まで見てたのと雰囲気が違うような建物が現れたんですけどね。まあ、神様が祀られてたとは思うんですけど、ちょっとやっぱりなんか怖いのは怖いですね。左の奥とかすごい荒れてるんですけど、ここにお供え物みたいなのは綺麗に飾られてるんですよね。奥にあるなんていうの、あれ、ご神体、ご神木みたいなのもかなり新しいので、ここは管理して未だに綺麗に保たれてるのかもしれないです。いや本当にね、鹿だとは知ってますよ、知ってますけど怖いんよ。このお面の前って何、ちょっと怖いんですけど。お面なんかなかったよね。でなんか裏側、横側にも家らしきものが立ってはいるんですけど、しかもさっきの祠みたいなのが綺麗に保たれてるとなると、もしかしたらここが最後まで住まわれていた家とか。お邪魔します。ああ、ここも底がもうなくなってるな。あ、でも畳とかここ一
部残ってたりはするけど、一応ここの廃村の新しい町の家に移り住む条件として、畳を全て上げて住めないようにするっていうのが条件だったらしいんですけど、なんだろう、こちょこちょこ残ってるのは気になるな。うん、物自体はもうでも残ってなさそうですね。まあもしかしたら神社を管理されていた人の家なのかもしれないですね。祠の隣にあるので、今のところかろうじて建物っぽいのが、潰れたのも合わせると6軒7軒分ぐらいかな。それぐらいはあった感じですね。で、ここがなんかなんだろう、ここだけ門みたいなのがあったのかな。ではお邪魔します。ここは比較的なんか荷物が多いな。うん、今まで見た中で一番物が残ってる。え、すごいなこれ。普通に最近まで、まあ最近って言っても数年前ぐらいまでは住んでたみたいな、それぐらいの感じで物は残ってんな。え、ちょっと待って、なんか奥になんかあるんですけど、神棚的なやつ。うわ、なんか嫌だなここ。奥はどうやって行けばいいんだ。ちょっと別の入り口探してみ、なになになに、ライトの影、なんか今黒いの動いたような気するんですけど、気のせいかな。ちょっと怖いなここ。こっちから入れんのか。わ、すごいなここ。え、これ絶対最後まで住んでた家でしょ。物が残りすぎてる。うわー、奥のやつ、あれ、女性の写真と男性の写真が飾ってあって、奥に神棚みたいなのが置いてある。で、その女性の写真のがもう、あれはなんだ、家なのか。ちょっと顔は映せないけど、あの壁の上にかかってるやつがその写真なんですけど、めちゃめちゃ怖い、なんかあの顔が。ごめんなさい、なんか失礼なことめっちゃ言ってると思いますけど。ん？おおおお、なに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 ？この家はやばそう。とりあえずここは候補だな。今のところ入れる家が、まあ、ちゃんと形残ってたので4軒ぐらいか。いや、3軒か。右側はもう何もなさそう。あ、なんかこれ潰れちゃってんな。置物みたいな。猿？なんだあれ、豚？なんか書いてある。西都市立サブカワ小学校地、小学校があんのかここ。あ、すげえ高価だ。寒川の背に立ち上る朝霧に大学びやよ、兄さんたちと手を組んで強く賢く伸びてゆく、ああ光あり寒川湖。わからん、音程が全くわからん。もう怖いって。こんな人影みたいな人の像が一番怖いわ。うわ、この角度怖。なんか女性の人が子供を背負ってるぞ。何なんだろうね。姉妹、1966年、相当古いな。じゃあこの建物は小学校か。おーおーおお、柱像、人の顔本当にやめてほしいわ。
うわ、すげえ傾いてるけど、これ大丈夫か。崩れる一歩手前ぐらいまで来てるんですけど、もうこの柱がなくなった瞬間に倒れてきそうなぐらい、めっちゃ斜め向いてる。中には特に何も残ってなさそうだけどな。これはね、入るのが多分ね相当危ない気がする。あ、これすごいな。雰囲気はかなりあるけど、もう見てもらったら分かる通り、なんか平行四辺形みたいな感じでぐにゃって曲がってる。まあこれはちょっとやめとくか。外から見回るぐらいにしますか。まあただこの学校の近くでも白いもやを見たみたいな話はあるので、まあ夜もう一回来てみてどうするかっていうのを決めますか。はい、夜になりました。いや、夜になると雰囲気が一変するね。昼間来た時はまあ潰れた廃村なんだなっていうちょっとしみじみした感じもあったんですけど、もうね、真っ暗闇の中に壊れた家とかが現れるので、心霊スポットに来た感じがすごいするし、今にも出そうな感じがあるわ。まあ、今回昼間回って目ぼしいところが3件、そこを見回りながら調査していきたいと思います。ではまず1件目はこちら。なぜか外壁が全て真っ白な家。いや、ここなんだろうね。ではお邪魔します。あー、やっぱりなんか違うな。ここなんなんだろう、この感覚。こっち側っていうよりはこっち側だな。もうこの潰れちゃっているこれの奥とか、なんかこの右側とか、なんかその辺がすごいゾワッとする。ちょっとトリフィールドオンにしておきますか。今の数値的には0ですね。トイレとかの作りもなんか古そうだな。あ、ボットンか。うわ、これじゃあ危ないな。落ちたらもう上がってこれない。やめとこう。こっちはもう台所で、やっぱこっちじゃないよな。あ、この辺だな。この辺がすごいなんか感じる。特に残ってるものとしては食器類であったり、お酒、あとはもうタンスが、何ちょっと待って、何の音。ここにどなたかいらっしゃいますか？いらっしゃればお話したいんですけど。先ほど音を鳴らしてたのはあなたですか？ゆっくり縁側ら辺を歩いてたように思うんですけど。今ちょうど僕が向いてる方向にいらっしゃいませんか？と返答はいただけない感じですね。なんだろうな、すごいなんか誰かが歩いたように思えたんですけど、
なになになに、なんか今低い声でおおみたいな言わなかった？なに、なんか外を誰かが歩いてる。ちょっと待って、完全に足音するんですけど。誰かいらっしゃいますか？なんかすごい生活感があるというか、誰かが座ってたような。いや、この辺をね歩いてちょっとなんか外を見回ったみたいな感じで、この辺でも足音がしたんですけどね。ちょっと外回っていくか。あ、ここにも新聞あるね。1989年2月25、めちゃめちゃ古いやんこれ。この家は1989年の集団で移動した時にいなくなった家なんですかね。写真とか残ってたりすんのか。あ、音鳴ってたのこれか。天井が剥がれてすだれみたいになってる。どういう方が住まわれてたのかっていうのはちょっと残ってるものからすると、まあ本を読まれてたっていうことぐらいしか手がかりは残ってなさそうだな。とりあえずこの家はここまでにして2軒目の方に移動しますか。はい。明かりとかはないし誰もいなさそうではありますね。ここで白いもやを見たってどういうことなんだ。今トリフィールドはつけっぱなしですけど反応は特になさそうですね。まあ、この辺の置物とかを何かに見間違えたとかそんなことを思ったんですけど、もやって言われるとちょっとまた別物ですよね。怖っ。あ、葉っぱか。うわ、これ夜に来るとめっちゃ怖いわ。何これ、肝試しとしては最強だろう。ちょっとまあ、ここはまだコンクリートだから63年っておそらくこれ昭和のことでしょうね。昭和63年が僕の生まれた1988年なので、その頃にはまだ子供とかもいたのかな。いや、こっからやばいや。すごい赤い粉みたいなのかかってるけど、なんだろう。なんかめっちゃもともと布だったのが風化してなんか染料みたいになっちゃったのかな。もともとなんかの絵があったのか。なんか一個一個の絵が怖いんですけど、なんでこの部分だけ残ってんの。しかもこの先はでもちょっと進むのは難しそうだな。と一回外から回ってみますか。はい、今回ってきたんですけど、こっちには黒板があるからもしかしたらここがかなり広いけど教室だったのかもしれないですね。もし、おお、なんか近くなかったね。こっちに来ないでくださいね。
白いもやが見えるっていうことだったので、誰かの思いとかが生き霊として残ってるなら、ずっと使ってたこの教室とかが怪しそうではあるんですけど。ではちょっと、おそらく教室だったと思われる前で話しかけてみたいと思います。こんばんは。どなたかまだここにいらっしゃったりしますか？もしいましたら何かしらの反応をいただけますか？少し昔のお話とか聞きたいんですけど。白いもやが見えるっていうことなんですけど、どの辺にいらっしゃったりしますかね？校舎の中ですか？それとも銅像とかが置いてあるあの外ですかね？誰か教室にいますか？ん？なんだろう、すごいなんか急に寒気を感じたんだけど。誰か黒板の近くにいませんか？なんだろう、反応はないんですけど、なんかふわーっと何かが動くような気配がしたんですよね。まあ、見えたわけじゃないんですけど。ちょうど今映してるこの黒板のちょっと右ぐらい、なんかあのカーテンっぽいのがある手前ぐらいに誰かがいるような気配があったんですけど、何なんだろう。何の音？ちょっと待って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 、なんか向こう側で、なんか今こっちの右から左に誰かが歩いていくような、踏みしめるみたいな音鳴ったんですけど、本当に誰もいないですか？なんか周りにいるような気がするんですけど、とりあえず逆側、さっき音が鳴った向こう側回ってみるか。何？そっち行っていいですか？こっち来てない？ちょっと待って。おお、誰もいないんですけど、これは何？何？なんで急にトリフィールが反応するの？自動車用。安全灯か。で、ここがおそらく教室で、この辺りに人の気配を感じたんですけど。何？本当に誰もいませんか？何か映るかもしれないから、ここ写真一枚撮っていいですか？なんかすごい人の気配だけ感じるんだよな。
一番やばいと思われる物が残ってた、おそらく最後まで住まわれていた家向かいますか。ちょっと待って、今向かってる途中なんだけど、トリフィールドがすごい反応しだして、急にこれはやばいよね。何この本当にここに来た途端、今誰かいます？これは何なんか反応あるね、やっぱり。しかもなんか触れ方がずっとっていうより急にギュンギュン来るみたいな。ん？何なのこれ。やば、線超えてる。何これ。待って、見たことない数字いったよ今。ちょっとここでやりますか、スピリットボックス。ちょっと急遽なんでこのまま失礼します。どなたか近くにいらっしゃいますか。ここに何かあるんでしょうか。なんだろう、このイノシシの近くなのか、この中側なのか、この辺りに何かあるんでしょうか。ちょっとやばい。おお、何、なんか動かなかった？何？影？え？ごめん、反応がエグいんだけど。なんか足音するんだけど、何？なんかバイクの音みたいになってるやん。何なのこれ。これに近づくとやっぱ音がでかくなるんだけど、ちょっと待って、何を本当に、何、見渡す限りなんかここに電磁波とかを出すような機械的なものは別に落ちてはないんですよね。本気しかないし、この折れてる石は何？ちょっと片手じゃ無理か。掘り返してみるか。ちょっとじゃあこれよくわからんので掘り返してみたいと思います。え？人じゃないこれ。ほらこれ、頭があって手があって足があって片っぽちょっと折れちゃってるんですけど、めっちゃ怖かったわこれ掘り返した時。電磁波を発するようなものではないけど、助けを求めてトリフィールドに反応を出してたとか、そんなこともあったりするのかな。いや、さすがに考えすぎですかね。電磁波を出しそうな機械とかそういったものは一切ないので、なんでトリフィールドがあそこまで反応したのかわからないんですけど、ちょっと気味が悪い場所ではありますね。はい、今一番やばいと言われる家の前までやってきたんですけど、入んのさえ怖いんですよね。まあ昼間見た感じだとさすがにもう人は来てないとは思うので誰もいないと思うんですけど、未だに心だけがこの家の中に留まっていて、それが漂ってたりするのかもしれないですね。うわ、すごいな、ここ。入れんのかな？ん？え、今当たってないよね、まだ。写真が上にめっちゃ残ってるわ。
もうこっからはちょっと入れそうにないな。じゃあまたお邪魔します。すごいな、やっぱ物がめちゃめちゃ残ってるわ。なんか今うめき声みたいなしなかった？気のせいか？うーみたいなが聞こえた気がするんですけど。何このカセットテープ、様の教え、何かの信仰されてたんですかね。あ、新聞っぽいのある。1999年、あれ2010年ぐらいまで住まわれてたっていうのは新聞は取ってなかったのかな。これも1999年だ。でこっちが神棚がある部分で、まあただここが気持ち悪いかって言われると、特にそうでもなくて、僕の感じだと昼間来た時この辺で黒い影が動いたように見えたんですけどね。とりあえずここでもスピリットボックスやっておきますか。こんばんは。まだどなたかいらっしゃいますでしょうか。できればお話しさせていただきたいんですけど。なんか若干反応ある。女性でしょうか男性でしょうか。この辺りにいらっしゃいますか。ゆっくりでいいのでお話聞かせていただけませんか。あなたがこの集落で一番最後まで住まわれていたと伺っているんですけど、合ってますでしょうか。合ってますでしょうか。ちょっとスピリットボックスで今お話しするのは難しそうですね。なになに、え、なんか今後ろでタッ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 タみたいな、どういうこと、どういうこと。失礼します。何今の。今日はこの家の中で、まあ、ちょっと場所を探して一泊させていただこうと思うんですけど、スピリットボックスで会話することが難しかったので、ちょっと時間を置いてまたスピリットボックスやりたいと思いますんで、先にご飯にしますか。今日はね、そばを作ろうと思います。はい、5分なんで火止めます。エビも2本入れちゃいます。完成。じゃあいただきます。エビ、プリプリ。何の音。ちょっと待って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 ね。もうちょっとだからちょっと待ってください。
なんか建物の中でも音鳴ったんですけど。ごちそうさまでした。は？なに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 ？ちょっと待って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 、めっちゃ鳴るんですけど、家の中で。ではちょっと中を見ていきたいと思ったんですけど、なんだ今の音は。すっげえ鳴き声鳴いてるけど、動物だよね。ちょっとだけ見に行きますか。そんなに遠くはなかったと思うんだけどね。え、ちょっと待って、これ何？これ戒名とか書く仏壇に飾るやつじゃないの？大丈夫？こんなとこに置いといて。ただ外にあったこの戒名みたいなのを書くためのこの神棚に飾るやつが、いやでもここにはあるな。え？これはなんだろう、不動明王様とかそんな感じなのかな。ちょっとスピリットボックスでは反応がないので、まあ一泊させていただいて何が起こるのかっていうのを検証していきますか。皆さんおやすみなさい。危ね。なに、なに、何の音？そこで足音みたいなのなったんですけど、確実になんか人が入ってきたようなくらいの音が鳴ったんですけど、え、もうこの辺だったよ。この家の人がやっぱり未だにさまよってたりするんですかね。鈴の音聞こえなかった？ミシバサチャリンみたいな、どういうこと？誰かが来てるのか。え、でも神社の鈴ってなんか上の方にあって、高さ的に動物では届かないぐらいの位置にあったような気がするんですけど、多分人が立ってで、さらに手を伸ばさないと届かないぐらいの位置にあったので。え、鈴ってそこ以外にどっかあったっけ？ちょっと確認しに行きますか。この神社の前に鈴がかかってるのぐらいしか鈴はなかったと思うんですけど、中に誰かいんのか。え、中も見る限りいないけどな。そもそもこの鈴は鳴るのか？何なんだこの村。本当に何かがさまよってるとしか思えないわ。朝を迎えることができました、まあ、今回、ね、サブカワ村に来させていただきましたけど、女性の霊が出るということで、まあ、昼から家を回らせていただいて、で、まあ、何軒か入ったところ、やっぱりここに住みたかったけど住めなくなってしまった人たちの思いっていうのかな、なんかそういうのがこもってる感じはして、
今この写ってる最終的に滞在した家ではね、足音とかちょっと遠くの方ですけど、なんか鈴の音みたいなのもなったりね、少し気味が悪かったので、まあ生き霊となってこの辺にさまよっているっていうのは嘘じゃないんじゃないかなっていうふうに思いました。皆さんこんばんは、貧乏中年 TV のこたつです。僕がずっと行きたかった激ヤバ心霊スポットの白鷹狼というところに行こうと思います。まあ、関西の人とかであれば知らない人はいないんじゃないかなっていうぐらい有名な場所で、もともとすごい力を持ったシャーマンの方が修行されていた場所で、まあ、シャーマンの修行場っていうだけあって、やっぱり何かしら強い力が働いてる場所なのか、肝試しに来た人に霊が乗り移ってそのまま行方不明になってしまったみたいな話もあるんですよ。まあ、山の中にあるらしいので、昼間のうちにまた調査をして夜どこで一泊するかっていうのを決めていきたいと思います。ではまあ早速山の方に向かっていきたいと思います。入り口まで到着しました。見ていただいたら分かる通り、周りは自然に囲まれてて、この家も多分廃屋だよね。まあ誰か来てこうお供え物とかはされてるみたいなんですけど、かなり朽ちていて、まあ神社としてはよろしくないんじゃないかみたいな風に言われてますね。奈良県にありまして、ここは中井茂野さんっていう方が作られたシャーマンの修行場だったそうです。ああ、鳥居にも書いてあるね、白鷹狼。この白鷹っていうのが白い狐を指しているらしくて、そのシャーマンの中井茂野さんが夢の中でその白い狐に出会って修行を始めたことによって、シャーマンの力を身につけていったらしいです。ここに名前があったりすんのかな。 あるわ、中井茂野。あー、なんか倒れてるけど、これは関係あるのか。あ、真理教滝川行場。じゃあここは滝行する修行場だったってことですかね。まあ、なんかこの先また道がかなり荒れてるけど、あー、鳥居あるわ目の前に。また鳥出てきたよ。古女郎大師。あれ？白鷹狼じゃないの？なんでこれだけ白鷹なのか。まあ、白龍か。白龍狼か。狐じゃなくて、龍の神様を祀られてるのかな？おー、なんか建物もある。なんだあれ？ああ、もう窓ガラスも割れてて。中も荒れてそうですね、これ。あ、トイレか。この修行場に来る人用に作られたトイレですかね。しかも鳥居もある。ちょっと見に行ってみますか。まずはちょっと家の方から失礼します。うわぁ、もうこれは完全に廃墟だね。荒れ果ててて、もう床も抜けてるし、こっちはもう寝るとこうかな。まあここを管理されてた人、まあ、もしくはその中井茂野さんっていう方が住まわれていた場所かもしれないですね。でこっち側が、あー、狐のお面あるわ。なんか怖いねこの狐のお面。目がすごい鋭いし、ここに灯籠があって、これはなんだ？賽銭を入れるやつか？失礼します。何も入ってない。置物が置いてあるから、狐を祀ってる場所だっていうふうには聞いてたんですけど、なんか葉っぱとかも綺麗になってるし、やっぱりまだ参られてる方はいらっしゃるんでしょうね。ああ、こっちにも鳥居あるわ。なんか鳥居がいっぱいあるな。しかもまたなんか違う文字が書いてある。
天材諸神、いろんな神様を祀ってるのか。うわぁ、こっからはなんか鳥居が続いてるね。なんかこういう石碑に立ってるやつってお寺を建築するために寄付した方とかそういう名前を書くイメージなので、その関係なのかもしれないですね。わぁ、なんか建物もいくつか見えてきましたね。空気が変わる感じがする。まあ狐が祀られてるのと、あとあの辺はいろんな神様の名前が石に彫って、うわ、めっちゃ下に狐飾られてる。ちょっと近くで見てみるか。ちょっと待って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 ね。いや、今飾られてる小さい白い狐の置物を見に来たんですけど、この狐の首、何これ、なんかなくなってるんですけど、誰かがいたずらでしたの。なんか良くないことが起きそうな気がする。あー、こっちにも狐あるけど、やっぱ首あるよね。うん、てか怖いな、この何、なんか今耳鳴りみたいなキーンってなったんだけど、いや、間違いなく、ここもなんかあると思うよ。からは、なんか下ってんな。またさらに雰囲気が変わったわ。ん？なんか今、鈴の音聞こえなかった？鳥の鳴き声とは全く別の、シャラララランみたいな。え、やばいって、こんなん夜来て本当に大丈夫？不安でしかないわ。この先かな？確かなんか滝修行場のところに防空壕があって、先ほど話した少女が行方不明になったっていうのは、その場所で霊に取り憑かれたかららしいんですよ。だから多分今から見に行くところが、今回の白鷹狼で、はい？なんか今、え、完全に男の人に話しかけられなかった今。やばいなこれ、マジで怖いぞ。夜来れるか。あ、あれが滝の修行場かな。この崩れてるのはトイレだね。で、問題はこっちか。こっちにもある。ここでも神様を祀りながら滝の修行されてたんですかね。そもそもこの道ってどれぐらい冷たいんだろう。あー、なるほど、死ぬね。この洞窟やばいな。昼間でも真っ暗なんですよ。なになに、なんか奥の方からドンってなったけど、しかも狛犬どこ。ないけど、なんか中からなんか聞こえない。あー、なんだここ、雰囲気がすごすぎて、なんかこの鎮魂って書いてあるここが入り口なんですよ。で、ここに入っていった少女が霊に乗り移られたと言われているので、まあ霊がいてもおかしくはないよね。はい、今首のない狐がいるところまで戻ってきたんですけど、まあ見た感じかなりやっぱり雰囲気はあるし、もう昼間でもなんか怖いもんな。ここに夜来るってなると、何が起きてもおかしくないのかなっていうような感じはしますね。で、まあ回ってきたところで、まあ夜見たいところとしては、一番初めにあった廃屋と、あとはまあ狐のお面があったところで、二つ目がこの今いる
首のない狐がある場所。ちょっとここも気持ち悪いんだよね。で最後はやっぱり何といっても滝行ができるところのあの洞窟、まあ、その3箇所を見て回るとして、問題はキャンプするとこだよね。皆さんはどう思いますか？どう考えても洞窟ですよね。まあ、ちょっと状況を見ながらどこで泊まるかは決めたいと思いますけど、まあ、第一候補としては洞窟で、第二候補はやっぱりこの首のない狐がいるこの場所ですかね。まあ、ちょっと考えながら夜になるのを待ちたいと思います。はい、夜になりました。まあ、今時刻がちょうど23時を回ったところですね。まあ、天気がね、少し崩れてきちゃってて進みにくくはなってはいるんですけど、まあこういったもやがかった日の方が幽霊の目撃情報は多かったりもしますので、幽霊に出会えることを期待して調査していきたいと思います。いや、やっぱ夜に来ると雰囲気全然違うね。周りもライトを照らさないと見えないし、なんかやっぱこのもやがかってる感じとかも、うわもう真っ暗だな。こっちも雨で落ち葉とかが乱れてるせいかな、なんか昼間来た時よりもすごい道が狭く感じる。なんか奥の方で女性の声みたいなのしませんでした？何？いや、この時間に人がいることはさすがにないと思うんですけど、まあ、この湖とかも、何あれ？岩？わあ、もうなんかすごいな、これ。寒気がマジで止まらん。どんどんなんか恐怖が強くなっていくな。あのなんか下も雨で、昼来た時、ん？なんだろう、なんか池の方でさっきからすごい音とか声っぽいのが聞こえるけど、これが二つ目の鳥居。あそこも気持ち悪かったんですよね。ああ、ここ？違うな、もうちょい先か。まあ、あの家が、この白鷹狼を作り上げた中井重乃さんの家なのかどうかわからないけど、まあ、もしそうなのであれば、中井重乃さんは89歳でお亡くなりになられてるので、まああんだけ荒れてて何も片付けられてないっていうのは納得はいくんですよね。あの目の前に鳥居があるのは、うわ、何？何の音？え、こんばんは。誰か中にいらっしゃいますか？なんか影みたいなの動かなかった今。マジで怖い。ん？なあれ？なになになに？か、顔じゃないよね？え？ちょっと待って待って待って。草？もう本当に怖い。いや、この家の近くでも、女性の霊が目撃されてるんですよね。中井重乃さんが住まわれてたなら、その霊とかなのか？とりあえず中入ってみますか。中には誰もいなさそうだけど、こっちに誰かいたりする？いないよね。なんで音が鳴んの？本当によくわからん。ん？落ちてるものといえば、なんとか
木曜日主語お札とかそういう系。ここなんか写真もある。ここわあ、でももう潰れてて、いやこれ顔だよね。いじみなのかな。なんか女性の顔に見えるけどな、これ。何これ。第70番本山寺観音寺。え、なんかお寺にいろいろ回ってるけど、これ修行してる時の写真とかじゃないの。人が写ってるけど、これはどっちなんだろう。女性なのか男性なのか。なんか男性っぽいけど。え、何。何ですか。ちょっとトリフィールドつけてみるか。今数値的にはゼロで反応はないけど、なんだったの。いや、なんか奥にめっちゃ紙散らばってるけど、あの辺お札関係とかじゃないかな。五大力尊恩栄、なんだろうね。待って、完全に今ガラスの音鳴ったよね。見た限り外にも誰もいないと思うけどな。ちょっとなんか手紙を見つけたんですけど、これはさすがに宛名が載ってるんで名前は伏せるんですが、中井さんではなく計算宛て、わからないですけど、年月はかなり経ってそうではありますね。何？なんか今喋らなかった？なんて言ってるか聞き取れないけど、ボソボソ。ちょっとす、え？スピリットボックスやってみますか。こんばんは。近くに誰かいらっしゃいますか。なんかめっちゃ反応ある。そう、さっきからね、男の人の声が聞こえるんよ、ここ。男性の方ですよね。なんて言ってんだ、そうって言ってんのか。おそらくさっき見た紙に書いてあったのも男性の名前なんですよね。まあ、白鷹狼で見られる幽霊っていうのが女性だけじゃなくて男性とか、なんかすごいいろんな目撃報告があるので、まあ、1体だけではないんでしょうけど、まあ、この家に住んでた方なのであれば悪さとかはしないよね。やっぱ夜来ると雰囲気あるな、これ。狐のお面とかもちょっと怖いね。なんかこの辺で女性の霊を見たとか、足をつかまれたとか、なんかそんな話もあるんですよね。まあ、でも神様を祀ってあるので、ここにいらっしゃるのは神様だと思うんですけど、やっぱりこの辺の葉っぱも造花じゃなくてちゃんと生の葉っぱだから、誰かがこれを祀っ
してきれいに管理とかはされてるんでしょうね。見た感じここは特に異常はなさそう。鳥居も含めて写真撮っておきますか。え、ちょっと待って、何？なんか今いなかった？この右のこの辺。気のせいか？ああ、また。鳥居があるから、もうすぐ神社の境内のところかな。うわ、これやばいね、ほんとに。ここは夜に来るもんじゃないわ。雰囲気がすごい。ん？ん？なんか、誰か来てたりしない？前も後ろも横も全部怖いわ。で、ここが、狐の首がなくなっていた、まあ、神社ではないのかわかんないけど、なんか境内っぽい部分ですね。では、二箇所目。お邪魔します。まずは右のあの祠みたいなやつから見ていきますか。教える親の社。ここも狐のやつが、まあ、かなり綺麗なものが並んでるし、あ、これも相当綺麗だね。わあ、キツネと真ん中に鏡あるわ。この後ろのなんか扉とか、何なんだ。おお、あ、全然気づかなかった。この鳥居やばいな。田鶴丸大神？どっかの神様を祀ってるんだろうけど、至るところから、みたいな、なんか、言葉にならないような、そんな声がね、めちゃめちゃ聞こえるんよね。で、この辺に、あったわ。なんでこれだけ首がないのっていうのと、その首がどこに行ったのっていう。落ちててもおかしくないと思うんだけど、全くそういったのもないんだよね。で、この辺はもう多分全部神様だよね、きっと。一番でっかいのとか、天台小大神。あ、なんかさっき鳥居のところにも書いてあったね。この白鷹狼聞いてたのは、中井茂野さんがいらっしゃらなくなって、亡くなってしまってから、管理が行き届かなくなって、荒れ果ててしまったみたいな話を聞いたんですけど、教師の方がいらっしゃるなら、管理はできたんじゃないかな。何枚か写真撮っておきますか？何？本当にもう。え？暗いからそう見えんのか？フラッシュも焚いて、ライトも照らしたのに、なんか白黒の写真みたいな気持ち悪い写真撮れたんですけど。マジで嫌だな。ちょっともう一回写真撮るか？
やっぱこれぐらい明るく撮れるのが普通だよね、カラーで。え？なんかいるの？数値的にはゼロで、何も反応はしてないんだけどね。はい。では、今、時刻が1時42分と、まあ、結構時間も経って、ちょっとお腹が空いてきたので、まあ、最後の一番やばいところを向かう前に、まあ、ここ、屋根があるので、この下をお借りして、ご飯食べていきますか。はい、今日作るものはですね、ちょっと豪勢にすき焼きうどん入り、これを作って食べたいと思います。はい、完成です。じゃあいただきますか。お肉マジうま。体は温まるけど、なんか背筋のゾワゾワっとする寒気はちょっと収まらんな。何？ドンってならなかった？俺も来てないよね。なんか今女性の声したんですけど。何？え？なんかめっちゃ近くで声聞こえるんですけど。ごちそうさまでした。時刻が2時19分と、まあ牛蜜時になったので、一番やばいと言われている修行場の部分に向かいますか。霊に乗り移られたみたいな話を聞くのって、やっぱり今まで見た1箇所目2箇所目じゃなくて、この先の3箇所目なんですよね。階段も雨で濡れててちょっと危ないな。いやでもこんな山奥で一人で修行してたって、すごいな。めちゃめちゃ怖いでしょ、こんなとこ。ちょっとまあとりあえず進むけどさ、なんかもうもやで本当に前が見えないんだけど。はい、ちょっとさっき使ってたカメラがね、もう外が寒すぎて、画面がもう曇り始めて見えなくなってきたので、手持ちカメラの方に変えて進んでいきたいと思います。いやー、この先にあった洞窟？まあ、もともと防空壕だったらしいんですけど、あそこの雰囲気は確かにやばいよね。なんか誰かの歌みたいなの聞こえるんですけど、何これ。え、今完全になんか女性が歌ってたよ。何今の音、本当にやばっ。おーおーおー、何？めっちゃめっちゃ怖いというか、マジで怖いわ。何今の？はーみたいな。何？なんつった今？
待って待って、絶対人いる、絶対人いるわこれ。今この辺で男の人の声が完全に下、なんか動いたね今。やばいねこれ。なんか女性と男性喋ってるよねこれ。僕の聞き間違い？いや、絶対聞こえたって。なんか生々しすぎてちょっと鳥肌が止まらん。でやっぱ人いないんだよねこれ。マジで聞こえたんや。ちょっとまずこのトイレ側写真撮っていいですか？なんか男性が写りそうな気がする。写真を後で見返すとして、とりあえず進んでみますけど、何もう本当にやめて。何今の足音みたいなの。おーおー、何本当に。いやダメだね、こういう時こそ落ち着かないと。とりあえず落ち着いて進みましょうか。ここ。ちょっと待って。今なんか耳元で、そうね、みたいな、女の人喋ったんだけど、本当に嫌だ、もう。笑えてくるぐらい怖いわ。これマジで止まれるかな？本当にやばい気がするんだけど。またえぐ。上とかにも誰もいないよね。多分ね、滝の音で聞こえないかもしれないけど、めっちゃ女性の笑い声とか声が聞こえてるんですよ。これ相当怖いよここ。中に誰かがいるのか。滝の方にもなんか書いてあるわ、あれ。遠くて読めないかもしんないけど、この今照らしてるとこに100人唱えるまで読めるんだけど、もう一文字が火で覆いかぶさってて読めんけど、でもね、100人唱えるまで来たら僕の思い浮かぶのは100人不要だよね。いや多分あれどけると不要って書いてるように思うけど、100人もここで亡くなってるってこと？そんなのやばいって。あ、だから鎮魂って書いてあるのか。失礼します。
ジでやばいよねこれ。おお、なんか奥からめっちゃ聞こえるんですけど、何よこれ。ちょっとね、これ本当に入っていいのかな。なんか16歳の女の子もこの中に入って取り憑かれたっていう話でしょ。いやまあグダグダ言ってても仕方ないから、とりあえず行きますか。人通れる？なんかすっげえ音するけど、うわ滑るな。え、ちょっと待って、あれ靴じゃない？え、ちょっと待って、しかも2個あってこの大きさ的に女性もんじゃない？多分23、4センチとかそれぐらい。え、でもこれ以上先、え、マジで下もうぐっちゃぐちゃなんですけど、え、この先に、え、ごめん、ちょっとマジで嫌なんだけど。こんばんは、どなたかいらっしゃったりしますか？反応ないね。うわもう絶対汚れるけど、行けるとこまで行きますか。相当奥まで続いてんぞこれ。あ、やばいやばいやばい、めちゃめちゃ滑る。そもそも空気あるよねこれ。この高さであるからいけるか。誰かいますか？何、なんかめっちゃ足音みたいなの聞こえるんだけど。あっつ、しかもこの中。泥がもうやばいんだけど。え？何この湖みたいなやつ。ここが一番奥なんですけど、なんか水があって、その中にこの管みたいなのが続いてるけど、で左側はもうね行き止まりなんですよ。この中に入っていっちゃったとか、いやもうないよね。あの靴は何だったの？脱いだらだって帰れなくない？え、ちょっとやばすぎるんですけど、これ値的には反応はしてないね。もしなくなってるんだったらこの中で、いやまあ少なくとも防空壕だもんね。すみません。この中に誰かいらっしゃいますか？あ、ちょっとやばいわ。戻りながらやろうか。
どなたかいらっしゃいましたら返答をお願いします。今足音聞こえるけどどっちから？どなたかいらっしゃいませんか？待って、なんか後ろからピチャンってなったけど、ねえ、ごめん、ちょっと出よう。やばいよ、ここ。何、本当に。はい、中からなんとか帰ってこれたんですけど、いや、この中、マジでやばい。でも、ここでも怖いもんね、普通に。うわ、なんかもう、なんかどんどん聞こえるし、何なの、この音。3カ所回ってきましたけど、いや間違いなくここが一番やばいよ。まあ、ちょっと外雨も降ってるので、まあ、屋根があるのはいいんですけど、いやこんなところで寝れるかな。まあ、幽霊を見るためなので今日はこの場所で一泊したいと思います。まあさすがにねテントとかを広げるのは難しいので、まあ、持ってきた椅子に座ってちょっと寝ようかなと思います。なんかやっぱ喋ってる。ちょっと待って、めちゃめちゃ近かったけど今。ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと待ってね。間違え？誰もいないんだけどな。返さないって言われてたら怖いから、スピードボックスが意味あるのか分かんないけど、会話してみますか。すみません、今なんておっしゃったんですか。返さない。待って、なんでさっき反応しなかったのに。こんなの人の声、ちょっとごめんなさい、ついてこないでいただけますか。ちょっと待って、何、めっちゃはっきり鳴くから声聞こえたけど、お願いします、ついてこないでください。お願いします、本当に。反応はしなくなったけど、これって大丈夫なのかな。分からん、ごめんなさい。なんか霊感がある方分かるんであれば教えてください。本当にやばいんであればお祓いに行きたいと思います。なんか誰か来なかった今。なんかちょっと明るく外はなり始めてるけど、何の音かよく分からんの。
ちなみに今時刻は6時55分、もうちょっとしたら朝だね。まだちょっと完全に明るくはなってないので、もう少し待ちますか。はい、完全に朝になりまして、ちょっとね、一刻も早くあの場所を離れたかったんで車に戻ってきました。今回白鷹狼激ヤバ心霊スポットっていうことで行かせていただいたんですけど、あの修行場のあたり、いや本当にヤバかったです。いやもうね、雰囲気